サッカーです。ヨーロッパナンバーワンを決めるユーロ準々決勝、3大会ぶりのベスト4進出を目指すイタリアは前半からイングランドゴールを脅かします。シュートの数も35対9と圧倒的な攻めを見せますが、最後までイングランドゴールを割れず、勝負の行方は PK 戦へ。共に1番手が決めて迎えたイタリアの2人目、しかしこれを決められず、2人目がきっちり決めたイングランドにリードを許し、嫌なムードが漂います。しかしそんなムードを振り払ったのはイタリアの3人目ピルロでした。ゴールキーパーを嘲笑うかのような芸術的なチップキック。その後2人が成功したイタリアに対し、イングランドは2人続けて失敗。イタリアがベスト4進出を決めました。勝ったイタリアは準決勝で優勝候補のドイツと対戦します。さあここからは素敵なゲストと一緒にお伝えしていきます。